こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、今回は江戸時代の下級武士の一生について解説するぞ。下級武士？江戸時代の人って、ほとんどが農民だったのよね。人口の少ない武士なら、下級でも、ちゃんとお給料はもらえてたんじゃないの？ピンキリだけどな。中には役職ももらえず、服用をする下級武士も多くいたんだ。しかも、そんな下級武士は、武士の中でも9割を占めたというぜ。それじゃ、江戸時代のほとんどの武士は貧しかったってこと？割合から見ると、そうなるな。そこで霊夢に、私が作ったシミュレーション動画で、下級武士の一生を解説していくぜ。最近、LINE の既読がつかないと思ったら、そんなもの作ってたのね。ふふ。実際に残っている下級武士の日記を参考に作ったからな、リアリティは高いんだぜ。だが上映の前に、江戸時代の武士の階級について、軽く触れておこう。私もそれが知りたかったわ。与力とか同心とか、武士っていろんな名称があって、よくわからないのよ。まず江戸時代の武士というのは、戦場で戦うことがなくなったため、主君の身の回りのお世話や、財務会計などの事務仕事が大半だったんだ。お殿様の警護もしたんでしょうけど、刀を使うことがほとんどなくなっちゃったってことね。そうなんだぜ。江戸時代の武士の階級は、各藩によって名称や位が違うが、大まかに分けると、大名に直接会って使える旗本と、大名には会えない場所で仕事をする御家人に分かれる。今まで旗本と御家人で、混同してたわ。ただし、旗本でも服用をしなければ暮らしていけない階級の者もいたし、御家人でも裕福な階級はあったから、旗本と御家人の間で貧富の差があったわけではないんだ。そこがややこしいところなのよね。なお、今回のテーマである下級武士は、御家人の中に多く存在したんだぜ。ちなみに、さっき霊夢が言っていた与力や同心は、今でいう警察の役割で、御家人に該当するぞ。そうなんだ。じゃあ、お殿様には会えない立場なのね。そうだぜ。なお、御家人の中には序列があって、長く徳川家に仕えた家の武士ほど、いい役職がもらえたんだ。お殿様への長く、深い忠誠心が武士の格付けの基準になっていたのね。だから武士は家督を継いで、家を存続させることを何よりも大事にしたんだぜ。家の断絶は武士の恥で、極端だが、家が存続するためには、切腹も厭わないくらいだったんだぜ。切腹して家が存続するものなの？いや、あくまで例えだぞ。切腹は、一族の名誉を守る意味もあったからな。私にはわからない感覚だわ。ところでマリサ、下級武士ってどのくらい貧しかったの？そうだな、わかりやすく、俸禄と呼ばれる武士の給料で解説するぜ。江戸時代の武士全体の給料は、平均35石で、現代価格だと、年俸約500万円はもらっていたようだ。月給で41万超え？いいじゃない。平均で、だぞ。下級武士の給料の場合では、41万円の6分の1程度にまで下がってしまうんだ。現代価格に換算すると、年俸約80万、月給だと約6万6千円の発給生活だったんだぜ。それってバイトじゃん。これでもいい方なんだぜ。武士の給料の最低ラインは3両1人ぶちで、現代だと、年俸40万以下の給料しかもらえなかった下級武士もいたんだ。月に3万前後のお給料って、多めのお小遣いみたいじゃない。まったくだぜ。また、この程度の給料しかもらえない下級武士は三品侍と呼ばれたんだ。三品って、相手を馬鹿にする意味よね。そうだな。だから下級武士は、服用でもしないと生活できなかったんだ。武士は簡単に転職もできないだろうし、なんだかかわいそう。マリサの作った下級武士の一生のシミュレーションが気になってきたわ。早く見せて。頑張って作ったんだ。早く見せたかったぜ。霊夢、今から私の渾身のシミュレーション動画、下級武士山本太郎右衛門を上映するぜ。マリサ、いつから映画監督になったの？ふふ。なお、あくまで史実に基づいた創作だから、多少の不備はご了承くださいだぜ。と、言ってる間に始まってたわ。あら、可愛い男の子が生まれたみたいよ。彼は山本太郎右衛門といって、1825年の文政8年、とある地方の藩の、下級武士の家に生まれたぜ。幕末に近い頃に生まれたのね。というか、1833年に天保の飢饉が始まったけど、大丈夫かな？安心しろ。太郎右衛門は8歳の頃には毎日元気に、勉学に勤しんでいるぜ。丈夫な子でよかったわ。でも、武士の子って藩学校に通うんじゃないの？そうだが、武士の子は藩学校に通う前に、最低限の読み書きは家庭で教わるんだぜ。太郎右衛門は、そろそろ藩学校の試験を受ける時期なんだ。そうなのね。でも太郎右衛門は、お父さんが席を外した隙に、折り紙を始めちゃったわ。太郎右衛門は、好奇心旺盛な子供なんだぜ。では次は、太郎右衛門が15歳の、元服の儀式に移るぞ。いきなり飛ぶわね。元服って成人の儀式で、前髪を剃り落とすのよね。でも、
思ったよりも簡単に、儀式が終わっちゃったみたい。江戸時代の元服の儀式は、本来の内容をだいぶ簡略化したものになっていたようだぜ。と言ってたら、もう、太郎右衛門の結婚式の場面なんですけど、展開が早すぎない？まあまあ、下級武士の生活で見てほしいのは、結婚してからなんだぜ。サクサク行くぞ。太郎右衛門は23歳で結婚したぜ。相手は父親の同僚の娘の吉18歳だ。二人とも、若いわね。江戸時代の下級武士の結婚年齢は、生活に少し余裕が出てくる30歳以降だったというぜ。だから、太郎右衛門の結婚は早い方だ。お互いに幼少からの知り合いで、親同士の身分も同じくらいと設定したぞ。武士の結婚って、幕府や藩の許可が必要なんでしょ？まず、好きな相手となんて結婚できないわよね。まあな。だが、太郎右衛門が結婚した頃は、見初めた相手と結婚したりする者もいたし、お金のない下級武士の娘は、金持ちの商家に嫁いだりすることもあったんだぜ。へえ、家を継いでいくことが重要だった武士の家の結婚相手って、親が決めた人だけだと思っていたわ。結婚から1年後、太郎右衛門とおよしには可愛い男の子が生まれたぜ。太郎右衛門は、すでに隠居した父親から家督を継いでいたが、貧しかったため、家の用地を畑にして自ら耕したり、かさばりをしたりして食いつないでいたんだ。まだ若い武士なのに、苦労人ね。ところでかさばりって副業になるの？もちろん。古傘を安く買って、傘を張り替えて売るんだぜ。太郎右衛門は手先が器用だったから、傘は綺麗な仕上がりで、高値で売れたんだぜ。マリサ、下級武士の副業って、他にはどんな仕事があったの？剣術の先生や金魚の養殖、三味線などの芸を宴会で披露したり、朝顔や盆栽を育てたりと、いろんな仕事があったぜ。ちなみに現代の、東京、入谷の朝顔祭りは、江戸時代が起源だぜ。そういえば、江戸時代後半に朝顔の品種改良ブームがあったわね。朝顔の生育が武士の副業になっていたなんて、驚きだわ。ご本。では、太郎右衛門の話に戻るぞ。太郎右衛門が25歳になった年、彼は勤番のため、家族を国に残して江戸に行くことになったんだ。マリサ、勤番って何？勤番侍とも言って、江戸にある、所属する藩の藩邸に交代で勤務することだ。現代の、サラリーマンの単身赴任といえば、わかりやすいだろう。なるほど、つまりは参勤交代ね。太郎右衛門は、江戸にある藩邸の長屋に、同じ下級武士で友人でもある肖像と、勤番侍の先輩でもあるおじの3人で暮らすことになったぜ。男3人で長屋暮らし？いろいろ大変そう。では、次では太郎右衛門たちの、江戸での生活を見てみよう。下級武士太郎右衛門の生活は、江戸での勤番生活編が醍醐味なんだぜ。あら、男3人の長屋住まいといっても、台所とトイレ付きで、一人1部屋使えるくらいの広さね。まだ朝の4時だけど、もう太郎右衛門が起きてきたわ。顔を洗って、神棚に向かって拝むのね。今日は江戸について一通りの挨拶回りも終わって、初の出勤日だ。あら、おじさんも起きてきて、太郎右衛門がお米を炊く準備を始めたわ。現代と違って炊飯ジャーがないから、かまどにつきっきりで大変そう。単身赴任の下級武士は自炊が当たり前で、ご飯は朝、まとめて1日分を炊いていたんだぜ。また、簡単な料理を作ったり、乳利屋で惣菜を買ったりもしていたようだぜ。単身赴任の下級武士って、家事をしながら生活していたのね。貧しい勤番武士は、少ない給料と住む場所だけ与えてもらっていて、使用人を雇う余裕なんてなかったんだぜ。場面が変わったわ。上下に着替えた太郎右衛門とおじさん、出勤しちゃったけど、友達の肖像さんは、まだ寝てるわ。仕事は大丈夫なのかしら？実は肖像は小武神の身分なんだ。小武神とは、ざっくり言うと、大江から自宅待機を命じられた武士のことだ。え？それって働かないで、お給料をもらってるってこと？簡単に言うと、だな。小武神は役職のない武士が属するもので、最低限の給料と住まいだけは与えられていたぜ。江戸時代の武士に、ベーシックインカムが導入されてたってこと？江戸時代は、役職以上に武士の数が多かったため、有事の時の戦闘要員という体で、小武神という役があったんだ。ベーシックインカムっていうより、会社の窓際族って感じね。あら、お昼なのにもう、太郎右衛門とおじさんが長屋に帰ってきたわよ。江戸時代の武士は特別な役職を除いて、労働時間は2、3時間と短時間だったんだ。10時に出勤したら、昼の12時か13時には仕事が終わってしまったんだぜ。現代のパートタイマーだって、労働時間はもっと長いわよ。しかもナレイム、太郎右衛門などの多くの武士たちは3日勤めといって、1日出勤したら2日は休み、という勤務形態が多かったんだぜ。何それ、質素な生活でいいから、私も3日勤めしたい。でもそれも、役職に対して武士の人数が多かったからなのよね。見ろ、レイム。太郎右衛門は着替えたら、おじさんを残して肖像と2人で出かけていったぜ。
ちょっと、金盤侍がそんなにホイホイ、出かけていいものなの？金盤侍は私用での外出禁止とか、門限は夕方6時までなどの規則はあったんだが、戦闘に行くといえば出られたし、夕方6時を過ぎても、門番にいくらか払えば、長屋に戻れたんだぜ。規則はあっても抜け目があって、緩かったのね。太郎右衛門と肖像は、屋台では天ぷらを、茶屋では団子を食べてから、戦闘に向かったぞ。江戸の街を食べ歩きなんて、羨ましい。あ、お風呂の後は、戦闘の2階で囲碁なんてしているわよ。戦闘を出たら、居酒屋にも立ち寄ってるぜ。そろそろ外が暗くなってきたけど、門限は大丈夫かしら？というか、居酒屋にいた武士っぽい人と、意気投合してるみたい。太郎右衛門と同じような金盤侍か、江戸城府の武士だろう。マリサ、江戸城府って何？江戸の定住が決められていた藩の武士のことだ。一生を江戸で過ごすことになるんだぜ。あらら、はしご酒までしちゃって、やっぱり夕方6時の門限に間に合わなかったわよ。だが、見てみろ。案の定、肖像が門番に袖の下を渡しているぜ。太郎右衛門、長屋に戻ったらおじさんに少し説教されたみたいだけど、今度は3人で家飲みし始めちゃったわ。それにしても、よく飲むわねえ。三日勤めの太郎右衛門や小武神の肖像は、とにかく時間があり余っているんだ。だから、国にいれば服用に精を出し、江戸に出張なら、余暇を楽しむ機会も多かったんだぜ。金盤侍の楽しみって、お酒だけなの？いや、時には江戸の名所を巡ったりもできたぜ。長屋にいるときは、行商の貸本屋に本を借りて読んだり、仲間と酒を飲んで話したりと、それなりに充実した日々を過ごしていたんだ。下級武士って、お金がないから、さぞかしストレスフルな生活をしてたのかと思ったけど、のんびり、悠々自適に過ごしてるわね。見て、太郎右衛門たちの三人、爆笑しながら盛り上がってるわ。あれはワイダンで盛り上がってるんだぜ。どうやら、おじさんが以前に金盤勤めした時に借りた、春画の円本や、両国で見たエッチな見せ物小屋の話をしているようだぜ。太郎右衛門も肖像も、江戸にいる間に絶対、両国に行くわね。それにしても、ワイダンで盛り上がるなんて、いつの時代の男子も変わりないわね。実は太郎右衛門のような金盤侍は、出張手当があったから、多少の余暇は楽しめたんだぜ。それ、早く言いなさいよ。だから、下級武士でもそれなりに、江戸の出張生活が楽しめたのね。だが、下級武士の中には、貧しさのあまり、武士の身分を金持ちの農民などに売る者もいたんだ。ええ？江戸時代の人って、一生同じ身分のままで、よっぽどのことがない限り、子孫まで同じ身分だと思ってたわ。お金さえあれば、ということだから、頻繁に会ったことではないぞ。いくらくらい出せば、庶民から武士になれたの？250両と言われているぜ。1両が10万とすると、現代の価格で2500万くらいだな。庶民には敷居が高い金額ね。豪商とか豪農の、お金をいっぱい持っている人じゃないと、無理だわ。だが、そうまでしてでも武士の身分が欲しかった庶民は多かったんだぜ。マリサと話してたら動画が進んじゃったわ。太郎右衛門は江戸での勤務を終えて、実家に帰ってきたみたい。太郎右衛門は1年と数ヶ月を江戸で過ごし、実家に戻ったぜ。その後はもう一度、江戸での勤番があったが、42歳の時の1867年に大政奉還を迎えているぞ。戊辰戦争もあった中、よく生き抜いたわね。そういえば、江戸幕府がなくなってから、武士は皆士族って扱いになったんだっけ？そうだぜ。士族の細かい解説ははしょるが、明治維新後、かつての武士たちは、商売を始めることが多かったそうだぜ。だが、失敗するものも多かったんだ。そりゃそうよ。特に上級武士は十分な給料をもらってて、商売なんてしたことなかったんだもの。不慣れな者が商売をして、うまくいかないことを士族の商法というが、明治以降、商売でうまくいくことが多かったのは、実は下級武士だったという話もあるんだぜ。それって、江戸時代の貧しい時に服用をしてたから？そうなんだぜ。私の作った下級武士動画の主人公、山本太郎右衛門は明治維新後、手先の器用さを利用して、木工細工の職人になったぜ。そういえば太郎右衛門は、金盤で江戸に行く前に、服用でかさばりをしてたわよね。そして、50歳の時に孫が生まれてからは、孫に手作りの清少納言知恵の板など、木工のおもちゃをたくさん作ってやっているんだぜ。わぁ、育児って感じね。ところでマリサ、清少納言知恵の板って何？江戸時代に流行ったおもちゃで、正方形の木の板を切り分けた、シンプルなパズルなんだぜ。現代で言うと、チークおもちゃのようなものだな。私も子供の頃、似たようなおもちゃで遊んだ記憶があるわ。そして1890年の明治23年、太郎右衛門は65歳で人生の幕を閉じたぞ。もっと長生きして欲しかったけど、家族に見守られながら、天国へ行けてよかったわ。ちなみに太郎右衛門の残した遺言は、みんな、好きに生きよだったんだぜ。それって、マリサの座右の銘じゃない。
霊夢、超対策下級武士の一生の動画はどうだったんだぜ。食い気味で来るわね。とっても面白かったわよ。何より、貧しくても生活を楽しんでた感じがしたわ。長時間勤務で残業代もつかない私からすると、下級武士って、副業や遊びに専念できて羨ましいわ。現代は、副業をしている人も多いからな。霊夢も、給料と余暇はたくさん欲しいよな。ほんと、それに尽きるわ。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。